オッケー、オッケー、あなたのままで、オッケー、ぴょん。オッケーウサギ、シーラぴょんの脚本家、大木静香のインタビュー。今日は、大人の麦茶、作演出の、もう私が本当に尊敬する塩田さんに、塩田泰造さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。塩田泰造と申します。塩田さんにお聞きしたいのは、はい、もう毎回、大人の麦茶素晴らしいじゃないですか。どうもありがとうございます。どんなつもりで書いてるんですか、いつも思いって、書かれる時の思いって。そうですね、まずしーちゃんみたいな脚本家演出家の先生に素晴らしいって言っていただけてとても嬉しいです。毎回思うことは、はい、今まで書いたものとは違うものを書きたいなと思ってます。それででも、もう50本以上書かれてるんですか？あ、もう書いてると思います、はい。毎回違うものと思って50本書くってすごいですよね。あ、いやいや、違うものと言いますか、なんか新しい表現を持ち込みたいなと思っていて、演劇って多分消えていくものを描くものだと思うんですよ。別れとか、消えていく文化とか、今回も4畳半の、アパートってだんだんもうなくなっていってるので、消えていくものを描くときに現代的でありたいなと思っていて、すみません、難しい話。いや、めちゃくちゃ面白いです。ありがとうございます。一番塩田さんと今回私出させていただいてるんですけど、印象的だったのが本が結構遅れたじゃないですか。本当にすいません。いやでもなんかすいませんって言いながら、なんかあんまり本当に罪悪、私人生で一番いらないものって罪悪感だと思ってるんですけど、すいませんって言ってるけど罪悪感全然なかったじゃないですか。ダメじゃないですか。いやだから素晴らしいと思って、あれはどんな感じなんですか。もう罪悪感不要だからっていう考えでもないけど、もともとそういう自己肯定感が高いからみたいな感じですか。いやもう遅れてることは本当に申し訳ないと思っていて、しかも変わることがもう覚えてもらってたら本当申し訳なくて、でもこれでもの皆さんがもっと良くなる、すいません、ロレっちゃって、すいません、焦りが出て、もっと良くなるって信じてるので、もっと良くなってくださいっていう気持ちで持ってきてます。罪悪感はあるつもりだったんですけど、結局反省します。いやいや、とんでもないです。いや、それが素晴らしいなと思って、もうそれでなんか本遅れてるのにすいませんって言いながら始まったら、もうめちゃくちゃなんか一番楽しそうにやってるからすごいと思って、そこがすごい感動して。知らなかった。それとみんながなんか演出家の先生にこうしてくださいねってこう言われると、すいませんって謝られると、すいません、いりませんっていうの口癖じゃないですか。あれはどんな感じなんですか。いや、謝ってほしい時にすいませんって言われたらそうは言わないです。あ、はいって言います。でも謝るようなことじゃなくて、建設的にやってくれてることで、ちょっとミスったりした時は全然謝ってもらうようなことじゃなくて、と思う。口癖じゃなんですか。いや、結構いつも言うから。いや、私もそれもなんかすごい新鮮な驚きでした。よく見てくださって、ありがとうございます。面白いなと思って、自分で自分のことは全然意識してなくて、何をやってるかもあんまり覚えてないです。あ、そうですか。まで夢中なんですね、はい、見る方かな、はい。今回そのやっと味がするっていうだけじゃなくて、大人の麦茶のお芝居、私が今まで見せてもらったものって、はい、結構人間実生活こういう人たちがいたら、はい、結構なんか人生大変やろうなって思うような、なんか不器用というか、まあ悪い言葉で言うとクズとかいうか、そういうダメンズだったりとか、ダメな女とかが結構多くて、でもその人たちがものすごい可愛くて素敵だっていう印象があるんですけど、なんか優等生あんまりいなくて。ああ、そうですね、うん。それはどんな感じなんですか。新宿のラフォーレの何期か前のポスターに、どうしようもなく魅力的な欠点が一つあればその人は愛されるっていう言葉があって、その通りだなと思って、欠点がある人の方が愛しくなると思うんです。だから努めてその愛らしい欠点を
見つけたいなとは思ってます、うん、答えになってますか？あ、なってます。だから皆さん、私がいつも言ってるみたいに、欠点があなたの素晴らしいとこなんですっていうことですよね。そう思います、うん、はい、ね、なんてすいません、しーちゃんの教えを。いやいやいや、とんでもないです。で、私の役は本当に素晴らしい役だった、はい、なんですけど、セリフがものすごいスケールのでっかい女で、あれに対してのなんか思いみたいなのありますか？私の役に対しての、しーちゃんがあんまり芝居を長いことやってないのに、もう一回やりたいってこう、ほとんど初対面の自分のところに行ってくださったり、その飛び込んでいく気持ちとか、一生懸命こう、若い俳優さんに混じって一生懸命読んだりする姿勢とかにとても打たれまして、なんかこうご自分のはしごの高いところで、はしごの低いところで生きてる人もいるんですけど、てっぺんで生きてるんだなと思って、それにふさわしい役をしーちゃんからもらって書きたいなと思って、ああいう形になりました。もうめっちゃなんかジーンときました。もうこの言葉をいただくためにインタビューしてよかったなと思いました。もうめっちゃありがとうございます。演出家であるし脚本家でもあるので、多分僕の脚本や演出の良くないことも見えるんだろうと思うのに、そういうことをほとんど態度には全く出さずに、参加してくださっていて、でも他の人がこうちょっとそわそわと不安になったりした時に、塩田さんの脚本はファンタジーだから、ある種リアルだけどファンタジーなので、乗り越える勇気を持たないとって言ってくれたのはなんかすごく嬉しかった。いや、もうあれはもうなんか余計な一言言ったなと思ったんですけど、必要な話し合いだったと思うし、そういうことがより芝居を強く良くしていくなと思ったので、本当感謝してます。いや、本当もう今回私は若い時に野田さんと、野田秀樹さんと塚浩平さんと三谷さんにものすごい憧れて、でもその劇団に飛び込む勇気がなくて役者をまあ諦めたんですね。でもそれからもう何十年と経って大人の麦茶を見た時に、もうそれ以来のガビンって、もうこの舞台だったら一回出てみたいっていうものすごいインスピレーションをもらって、なんかオーディションがないんでしょうか、もうあの時何十年前にその3人の方に体当たりしなかった後悔が、今回塩田さんに私をなんかど素人なのに体当たりさせて今回出させていただきました。で、この舞台が、29日までまだやっております、はい、もう絶対見ないと、もう絶対花ちゃん先生見ないと、あなたは花ちゃん先生を、はい、ぜひもう本当に心残りになりますので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。じゃあ鈴なりで、鈴なりで前売り券まだ当日券もありますので、ぜひぜひお越しください。お待ちしてます。結構今これ稽古場で本番前、本番1時間前に話してるので、ちょっと音が聞き取りにくかったと思うんですけど、それもまた醍醐味ということで、下北沢鈴なりからお届けしました。よろしくお願いします。お待ちしてます。ありがとう。またね。バイバーイ。